特にモンタナ・ジョーンズはもう本当素晴らしい役者さんたちが揃っていたんですよね。今考えると、もう何て言うか、ずっと上の方たちと1年も一緒にスタジオでできたっていうのは、もう私にとって、宝物なんだなって思ったんですけどね。これにですね、自分の会議室、岩尾純子会議室の内容を落としておけば、いつでもどこでも読めるんだなって思って、で、PC110 というのを買ってしまったんです。買ってしまったんです。少しでも時間があれば、秋葉原に行ってます。1万円のね、アクセサリー買ってもいいよって言われたら、1メガ増やす方に相談するだろうなと思って、去年の今ぐらいから始まったのが、岩尾純子の「ぷくぷくペンギンパーク」という番組で、こちらは池澤春菜ちゃんという女の子と一緒に進めていってるんですけど、2人がね、とても食べ物が好きだという、みんな食べることは好きなんですけど、とにかく食べ物ネタを中心に進めていったところ、割と本当に生ものとかね、届くようになっちゃったんで、生ものだけはやめてねって言った途端に、なんか美味しい北海道のいくら丼みたいな写真送ってきてくれたりとかして、すごいみんなでお腹抱えて笑っちゃったんですけど、9月20日に、私岩尾純子の写真集「シルフ・ザ・エターナル」が発売されましたが、こちらの写真集にはなかった写真、使われなかった写真が本当に気に入ってるものがたくさんありまして、素顔が見えてくる CD-ROM 写真集だと思いますので、一人でも多くの方に見ていただきたいなって思っています。よろしくお願いします。応援してくださいね。